これは沖縄に住む35歳の子持ちの男が30日間毎日ハードな運動、食事制限、瞑想、逆立ちプッシュアップの練習、描いたことのない自画像の練習を行い、どのくらい人はレベルアップできるのか、30日間の人間の可能性を検証する企画となっております。不器用な男がどう変化していくのか、お楽しみください。おはようございます。ついに減量30日間が今日からスタートします。しゃー、看板でマジで、だいたい僕ね、朝の4時とか5時に毎朝起きてるんですよ。まだ外は真っ暗なんですけど、こういった減量とか始めようと思った時とか、あとは何かを目標に向かって突っ走る時、始めようと思った日が一番僕やる気高いと思うんですよ。今日この瞬間のね、モチベーションをいかに下げないかが僕は大事だと思ってるから、だから今日のこの今のなんていうの、心の炎を絶やさないようにして30日間突っ走っていきたいと思います。ということで、今日は早速毎日やってるルーティーンっていうのがあるので、ちょっとそのルーティーンを今日やっていきたいと思うんですけど、ちょっとね、まだ外は真っ暗なんですよ。なんでちょっと明るくなるまで待ちたいと思います。はい、危なかった危なかった。いつものルーティーンする前にちょっと体重を測りに行かないといけないんで、今からちょっとジムに行って体重を測りに行きたいと思います。危な、全く何も映らへん、真っ暗で申し訳ないです。今からジムに行って体重と体脂肪率を測っていきたいと思います。じゃあちょっと体重も測ったんで、いつも通りのルーティンに戻ろうと思うんですけど、朝ね、こう体重測る前にルーティンしそうになった、危なかったって驚いてたじゃないですか。僕のルーティンっていうのが、朝起きたら水を飲んでコーヒーを飲むんですよ。水分を取ってしまうと体重計とか体脂肪率計のこの数値って変わってしまうんですよ。だから体重を測る時っていうのは、朝起きてトイレに行って水分補給をする前で、何も食べずに測るようにしないと、どうしても数字がバラバラになってしまって、ちゃんとした数値が出てこないんで、なんで朝めっちゃ焦ってたんですよ。朝のストレッチはダイナミックストレッチをいつもやってて、寝起きっていうのは速攻体が動かないから、ちょっと上半身だけ伸ばすんですよ。で、カーフレイズ、このつま先立ちを10回して、で、水を飲んでコーヒーを飲んで、その後にまあこういったダイナミックストレッチをやっていくんですけど、だいたい10分から15分ぐらい、結構丁寧にやっていきます。で、僕の毎日の日課としては100回の腕立て伏せを1日でトータルで毎日やってます。で、大体最近は朝30回20回やって、で、夕方に残りの50回をやるって形が結構多いですね。じゃあちょっと腕立てやっていきます。はい、朝の瞑想5分も終わりました。いやー、どうだろう、ぶっちゃけね、この瞑想5分やって思った感想としては、率直な意見としては5分間がめちゃくちゃ長く感じます。あとは呼吸がすごいしんどいのと、姿勢もしんどいです。なんか背中とか痛かったりするんで、これが30日後にはどうなってるのかっていうのはちょっと楽しみですね。まあとりあえずちょっと天気もいいんで散歩に行っていきたいと思います。減量中とか増量中とか関係なく、毎朝30分から40分の散歩をしてるんですよ。やっぱり朝からこうやって太陽の光浴びて散歩するとめっちゃ気持ちいいですね。
マジで今日も一日頑張ろうってなります。今回の体重が 72.4kg で、体脂肪率が 15% か。ここからですね、30日間でどれだけ体重を落として体脂肪率も落としていけるのかっていうのをチェックしていきたいと思うんですけど、今回は10日に1回計測していこうかなと思います。で、こういった何気ない散歩とかもしっかりとカロリーっていうのは消費してくれるんで、こうエスカレーター乗るところを階段にしてみたりとか、ちょっと一息歩いてみたりとか、やっぱりこういう小さな小さな積み重ねが未来の体っていうのはほんまに変えてくれるんで、こういったちょっと歩くだけっていうのもほんまに侮れないんで、いいっすね。マジで地球がジムです。結構音楽がめっちゃ好きで、家でもずっと音楽かけてるんですよ。で、筋トレ中とかも、うわ虫が、筋トレ中とかも音楽いつもかけてるんですけど、なんかこの散歩の時だけは音楽を実は聴かないんですよ。散歩の時はなんか鳥の鳴き声を聞いたり、海とか風の音を楽しんだり、今ここで鳴ってる音っていうのを楽しんでます。朝ごはん食べたんで、今から逆立ちの練習していきたいと思います。最近は逆立ちのプッシュアップ、逆立ちプッシュアップのトレーニングがメインになってるんで、筋トレの前にやるようにしてます。どうしても筋トレ終わった後だと、もう上半身がかなり疲れてて、逆立ちプッシュアップの練習があんまりできないんですよ。逆立ちプッシュアップの練習をメインにするために筋トレの前にやることが多いんですけど、じゃあちょっとね、朝ごはん美味しかったんで今日頑張れそうです。ちなみに今日の朝ごはんはオートミールと卵、そこにだしだを入れてお粥にしてみました。結構美味しかったです。よし、じゃあやっていきます。いやー、悔しいですね。今日ほんまに全然ダメでした。まあこの失敗から学んで、また明日にこれつなげていきたいと思います。よっしゃ。